ね、うずうずする。え、この辺にアジマルヒーローがいるの？脱走したアジマルヒーローが。もしかして、はっ、アジマルヒーロー。あ、ロープ持ってないや。アジマルヒーローじゃないか。久しぶりー。ずいぶん遠くまで来たな。野生に帰っとるわ。元気にやってるようでよかったよ。なんか避けられてる。ここでずっと待ってたんだ。ヒーロー。何ヶ月ぶりの再会だ。でもなんか楽しそうだからいいか。ね、ずっと生き残ってたくましいね。嬉しいよ。何にやられることもなく、やっぱりヒーローなんだね。お腹が空いてね。お腹空いたら死んじゃうからさ。え、待って、やばい、名前ついてた。今名前ついてたな。え、名前ついてる、やめよう。名前ついてた。あぶね、びっくりした。どこから逃げてきたのかな。一旦素手でいろんなやつを倒しながら、チェストに入ってるやつは、チェストに入ってるやつは食べていいのかは、あ、いたー、あー、いっぱいいる。チェストに、なになに、なんか名前出てこなかった今。アジマルヒーロー。え、これなんで名前ついてるの。アジマルヒーローって言われてんだけど、これ何、どういうこと。アジマルヒーローって何、これなんか特別な子。この子は、この子は普通の子？見分けつかないんだけど、これ何？アジマルヒーローって何？なんでこの子だけ名前ついてるの？うんうんじゃないとって。返しに行こう。逃げ出したってこと？わかんないよ。これどこに返されるかわかんないよ。実はアジマルヒーローには手を出さずに他の子を倒していきましょう。お命ちょうだい！お命ちょうだい！すまんな。最強の戦士なんだ。生きとったんか、悪い。いや、よかったよ、元気そうで。やっぱ強いんじゃない？ゾンビとか倒してんじゃない？